こんにちは、ゴルフスイングコンサルタントの吉田博一郎です。今回は片手アプローチをご紹介したいと思います。よくプロゴルファーも行っている片手でのアプローチ、これはもう皆さんもご存知で試したこともあると思います。もうこの片手でボールを打つというシンプルな練習なんですけれども、これが意外にうまくいかないという方いらっしゃると思います。そしてうまくいってるんだけれども何か違う方法で行ってるなという方もいます。今回はより腕を使わないように体を使ってアプローチを打つための片手アプローチをご紹介したいと思います。よく片手アプローチを見ているとこのように脇が開いて腕を振りながらアプローチをしている人がいるんですけれども、このような練習は片手アプローチの本来の意味からは少し外れた練習になっています。このように腕を振ってしまうと体と腕の同調性が崩れてしまいますね。いわゆる手打ちのアプローチになってしまいます。ですから再現性が非常に少なくなってしまう、乏しい打ち方になります。ですから体とシンクロさせた状態で打つということが大事になってくるわけなんですね。でそのために何が必要かというと、とにかく腕を使わないということですね。これが非常に重要です。で腕が動いてしまう原因、これ3つあります。まず手首ですね、そして肘、そしてこの脇ですね。この3つ、ここが自由に動いてしまうということは問題なわけなんです。手首だけが動いてしまう人もいますし、肘だけが動いてしまう人も、で脇が開いてしまう人もいます。これが3つとも動いてしまう人もいます。この3つの部分を動かさないようにすることで体を使ってアプローチをするということができるようになります。で今回はこの手首、肘、脇ですね、この3つを動かさないようにする練習を行っていこうと思います。具体的にはもう押さえます、動かないようにします。まず手首を押さえて打ってみてください。このように角度を変えないように左手で手首を押さえる、下からでもいいです、上からでもいいんですけれども、このように押さえて角度が変わらないようにして素振りをすると、かなり窮屈だと思います。今まで手首をこのように使ってた人はかなり窮屈な感じがすると思うんですけれども、変えないように、その代わり体をしっかり使っていくということを行ってみてください。次に肘ですね。肘もこのように曲げてしまう方がいますけれども、このように引ける人もいますね。肘も曲げないようにします。できるだけその場で肘の位置を変えないようにして体の回転で打っていく。肘は曲げなくてもアプローチ打てます。このように全く問題なく打てますので、肘を必要以上に使ってしまうという方は抑えていただくといいと思います。そして最後は脇ですね。このように左手で上から押さえて打つことで体と腕が一体化して体の回転で打てるようになるということになります。このように3点ともに自由度が高いですね。手首はいろんな方向に動きます。肘は曲げることができる。そして肩もいろいろ動かすことができます。このように開いたり前に行ったりとか、まあ、いろいろできるので、この自由度を奪ってあげる。そうすることで他の部分を使わないと打てない、そのような状態を作ってみてください。そうすることで本来の目的、体と腕が同調して、そして体の動きでコントロールしたアプローチができるようになります。他の部分をとにかく使わなければいけないという状態を作り上げていただくことで片手打ちが本来の目的を達することができるということなんですね。距離感は最終的にはこの手を使うとか、まあ、イメージとか大事になってくるんですけれども、まずベーシックな打ち方ですね。その時に手首を使ったり腕を使ったりっていうのは必要ないわけです。あくまでもそういう距離感はスパイスです。基本はこの体の動き、そのフォームをしっかりと固めていくということを行っていただけるといいと思います。片手アプローチの練習を腕振りではなく体の回転で行うことで再現性高まります。アプローチで寄せワンを取る確率も高まると思いますので、ぜひ体を使った片手アプローチ練習をしてみてください。